また教員採用試験落ちた。え、かかか、鬼ヤバな二人が出会っちゃいましたね。じブラックチャンネル。じ、私の名前は教えたガリア。中学から名門海部に通い、当然のように東帝大学合格からの首席で卒業。うむ、じ、偏差値界の圧倒的強者だか。教員採用も塾講師採用も何を受けても全落ち。なぜだ、私は教えたい、勉強を教えたいだけなんだ。世の中が間違っている。すみません。なんだ冒頭から話長いんですけど。な、私の心の声が聞こえるのか。心の声っていうか、ほとんど独り言みたいに声漏れてましたけど。なんだと。勉強できるんだね。やめろ、恥ずかしい。いいな、俺勉強できないから。テスト5点しか取れなかったよ。ていうか君は。俺はサトシ、 YouTube 小の5年生。こっちは友達のブラック。よろしくお願いします。こちらこそ。ああ、俺もそれくらい勉強できたらな。かかか、おバカなサトシくんが勉強できるように。ん、いいことを思いつきました。なになに。最強偏差値の家庭教師が最強のおバカに勉強を教えたらどうなるって動画撮りませんか。誰がおバカだよ。でも面白そう。私が家庭教師に。そういうことです。確かに誰かに勉強を教えてみたかったが、私も忙しいし。無職なんでしょ。暇そうじゃん。えぐってくるな。教師になりたいならためになるのでは。じぃ、確かに。やってみよう。では撮影の契約書にサインを。わかった、ディール。お勉強スタート。早速始めましょう。じぃ、お願いします。サトシは5年生だったよな。うん。だったらこの問題を解いていこう。これって国語の問題？いや、算数だが。全然わかんないんだけど。そんなバカな。これは去年中堅中学の入試で出た問題だぞ。入試の問題？そんなのできるわけないよ。おかしいだろ、私は5年生の時スラスラ解いてたぞ。かかか、サトシ君と教えた先生を比べちゃダメです。じぃ、これが底偏差値の世界か。言い過ぎだろ。こんなバカ見たの幼稚園の入園式以来だ。この人性格悪くない。ちょっと裏側見えたかもです。でも必要な勉強量は分かった。今日からこのスケジュールで進めていく。何これ。まずはこの青い部分、これは睡眠だ。3時間だけ。かかか、この黄色い部分は学校だな。その次の赤いところ、もしかして。その通り、勉強だ。そんなにできるか。バカ野郎、人よりできるようになりたかったら人の何倍も勉強しろ。わかったよ。ああ、こういう先生っぽいこと言ってみたかった。どうかしました。なんでもない。成績アップ。いろいろありつつ猛勉強の日々が続き、いよいよ明日はサトシくんが受けたテストの返却日です。じぃ、成績上がってますかね。テスト何点だった。たったの10点。10点。頑張ったのに。頑張りが足りないんだよ。今日から睡眠時間をゼロにする。じぃじぃじぃ、ちょっと待ってください。確か前のテストは5点、今回は10点ということは2倍になりましたよ。そうか、確かに。いや、でも10点なんだけど。このまま倍々で成績が上がれば、次のテストで20点、その次で40点、80点、100点はもうすぐそこです。じぃ、偏差値なら30から60、合格率なら 40% が 80% に。 A 判定だ。すごいぞ、すごい数字だ。何言ってんの。もしかしてこの人勉強はできるけど教えるのは下手なのかも。教えたさんの指導法素晴らしいですね。そうか、確かに。やはり私の教え方は間違えてなかったですね。っていうか人の点数上げるのって気持ちいい。かかか、教えた先生
そのお考え、おにやばです。じぇー、よし、サトシ、ますます勉強だ。やはり睡眠時間はゼロな。でも私は帰って寝るからな。ずるいよ、勘弁して。ふーむ、そうなっちゃいますか。 YouTube デビュー。こんにちは、教えた先生。ブラック、どうした？ YouTube やってみませんか？じぃ、私が？はい、教えた先生の鬼ヤバな教育法をサトシ君だけに使うのはもったいないです。世界中に発信しましょう。世界へ？視聴数が増えれば教室で教えるより多くの学生に教えたさんの勉強法を広められますよ。それはすごい。世界中の人の成績を上げる、たまらなく快感でしょうね。その時私は偏差値界の神。ガガガ、神ですか。いい配信期待してます。じぃ、ブラックに教わった通り、タイトルを東帝大首席 YouTuber が勉強を教えますにして、生配信スタートっと。きっと大人気になるに違いない。あ、コメントだ。なになに、東帝大首席すごいですね。僕にも偏差値分けて。ブラックの考えたタイトル効果的なようだな。ふふ、配信始まりましたね。本当にやってる。じー、はい、こんにちは、教育系 YouTuber の教えたガリアだ。今日はみんなの勉強の悩みを解決するぞ。カカカ、堂々としてますね。コメント欄に質問を書いてくれ。の、早速、どうすれば成績上がりますか。そんなこともわからないのか。これだから底偏差値は。毎日10時間勉強しろ。ふーむ、テストで100点取ってみたいです。はあ、そんなもん、毎日15時間勉強しろ。バカでもわかるだろう。じいじいじい、東帝大に合格するにはどうすればいいですか。はあ、毎日20時間勉強しろ。いや、お前には足りないな。1日25時間勉強しろ。ひどいね、これ。想像以上に鬼ヤバですね。勉強しろとしか言ってません。それじゃあこれで生配信は終わりにする。私が配信切ってもお前らは勉強しろ。炎上。はあ、底偏差値を相手にするのは疲れるな。おや、教えた先生、配信切り忘れてますね。じいじいじい、これは鬼ヤバかもです。翌日。大変だ。うわ、想像しいですね。じい、朝からうちにピザやラーメンが届きまくるんだ。さらに消防車や救急車が呼ばれたり。ガガガ、昨日の配信でいろいろ特定されちゃいましたからね。特定？住所とか電話番号か。そういうことです。で、アンチの方たちが動いたのかと。アンチ？なぜ？昨日あんな配信するから。私は一教育者としてみんなを指導しただけなのに。勉強しろとしか言ってなかったじゃん。そういうことです。あなたは自分の学歴を傘に着て何も教えていませんでした。そんな、昨日のあなたは偏差値界の申し子でも神でもありません。ただの嫌われ者です。と、私が間違っていたのか。カカカ、テストで100点取れても教育者としては0点でしたね。じぃ、動画を気に入っていただけたらチャンネル登録・高評価よろしくです。次の鬼ヤバなテーマは君かもしれませんよ。